ハイフキア薬局は、神奈川県川崎市高津区溝の口に本社を置く、薬局、ドラッグストアを運営する企業である。ドラッグストアでは、ハイフキアドラッグを店名としている。2012年3月現在、川崎市の中部から北部において、ドラッグストア6店舗、調剤薬局3店舗を営業している。また、フィットネスの、カーブスを溝口と稲田みの2店舗営業している。 配布器キ薬局は、江戸の四ツ谷にある、総本家配布器屋からののれん分けで、1765年、大仙街道沿いの溝口に開業した。配布器屋の薬の評判は旅人に広がり、富山の薬売りや越後の毒消し売りは溝口に、寄りつかなかったという。三代目神兵衛は、玉川老人帝放水と合し徘徊で、田川放浪に指示するなど、 廃人の間での交友関係も広く、また街道沿いに、松尾芭蕉の区域も立てている。三代目、神兵衛の長男であるセンタ太郎の代には、明治二十年代の当時まだ珍しかった、薬局としての免許を得たが、若くして没する。弟の愛之助が後を継ぎ、大仙街道でも、珍しい店蔵を建てた。百七十四年、初代、大江田一江門が創業。 2010年、店舗を建て替え、野号を、配布機やドラッグストアとする。しかし、2018年、家族の健康上の理由及び諸事情により14代目を、持って閉店した。店舗は、四谷駅前の新道通り入り口にあった。鉛から金や銀を取り出すための配布機法に由来する。四谷、溝の口以外にも、同名の薬局が存在する。ありがとうございます。